おっさん、おっさん、もうずいった。おら。おはようございます。今日は夏のパンジングということで、新製品のバーグラを使ってちょっと1日パンチしたいと思います。まあ見ての通りちょっとあいにくのローライトなんですが、ちょっと一発かましたいと思います。やったりました。バクラのパンチングいきます。今打ってるマットは、まあ、こんだけ広大に広がってるマットなんですけど、まあ、とりあえずは角を打っていく作戦で、一番先端を、マット付近をよーく見てると、ギルとかがいると結構その付近のマットでバイトが出やすいんで、ただマット打つだけじゃなくて、マットの外にいるベイトフィッシュなりギルを目で確認しながら打っていくと当たる確率が増えます。マットを打っていくときに適当に打っていくよりも、マットがジグザグにある凹凸の変化のあるとこを打っていくのが効率がいいやり方、打ち方でこれだけやっぱ広いとどこもかしこも打っていくと1日かかっちゃうんで、なるべく先端、マットが先端に伸びてるとことかを集中的に打ってきます。来たよ。離した。で今みたいに離しちゃったんですけど、ちゃんとフッキングしてないときはもう一度すぐに入れ直したら食う確率が多いんで、すぐ入れ直します。大概ワーム取られなかったり針先が出てなかったら 2,3 回ぐらい食い直してくるんで、まあ、3回ぐらい同じとこ投げて食わなかったら、まあタイミング見て後から入り直すっていうのが大事ですね。同じバスが食ってくる可能性があるんで。
ほらよめっちゃかわいいサイズがダグラーで釣れましたこれぐらいのサイズでもダグラー釣れます。すごいヒョックで巻かれた。ちょっと入れきていきますわ。パンチングの醍醐味だねこれ。はい、バグラーの1.4 スパンチングで来ました。結構今遠くでかけちゃったんでめちゃくちゃ大変だったんですけど、黒っぽいマットにいる魚ですね。はい、パンチング専用のワームバグラー、これがですね、まあ、こうシンカーとセットするとこう分かります、すごい一体感なんですよ。これってすごい重要で、こうマットに対してすごい落ちやすい形状になってます。でアクション的にはまあ黒系北系ですねに珍しくこの大きなシャットテールがついてます、まあ、これはもう想像したイメージ通りのアクションになると思うんですけど、こうマットに対して落としていくときにビラ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 って落ちていく。で開けるときももちろんシャットテールなんで揺れながら魚を誘います。でまあ個人的にはシャットテールにどうしても目がいっちゃうんですけど、このシャットテールから伝わった時にこの両サイドの腕が細かく微振動するのがちょっとデカバスに効いてるかなっていうのはあります。でマテリアル的にも硬すぎず柔らかすぎず、バスが離さないぐらいの硬さ でパンチしてても使いやすい硬さになってます。でセッティング方法なんですけど、まあ、僕パンチで使うのは1オンスから 1.5 オンスにオフセットの40のサイズ、若干ちょっと大きめに見えるんですけど、パンチするときは人をワンサイズでかくした方がフッキング率も上がるんで、僕は40のオフセットか、もしくはストレートフックの40使ってます。で今やってるようなカナダモのマットに対してはオフセットで、シャローの浮き芝に対してはストレートを僕は使い分けてます、まあ、遠くでかけてもアクションにキレが出ないようにアクションするのはオフセットで、でシャローでもうショートピッチで打っていく釣りにはストレートフックっていう感じで僕は使い分けてます。
ほらよい。えい、バグラ。気持ちいいね。パンティングです。はい、バーグラーのパンティングで出たんですけど、マットに落として一旦そこまで落とすんで使って、でそれで食わなかったんで、一回魚が逃げる感じでルアーをマットの上まで上げて、でゆっくりひた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 ーと落としてたら、コンってガッてくっつけます。なんでめっちゃいいとこかかってる。このバーグラー使ったパンチングの時のアクションなんですけど、じゃあ一回投げてみるんで見といてください。です。で、詳しく説明すると、まあ、ここ、まあ、4、5年ぐらいリアクションでパンチング食ってくる魚が少なくなったって僕は感じてて、まあラインフリーでスーッとスンコンっていうバイトが少なくなったように感じてるんですよ。で、僕の場合だと、まあ、食わせ的な感じでパンチングをやることが多くて、最初に落とすときにスプールは押さえながらスローに落としてます。スプールを押さえながらスピードを調整して、ひら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 ってゆっくり、こうドスンじゃなくてひら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 っていう感じで、でこれで弱り切った小魚を演出してて、もちろんこの最初のフォールで食ってくることもあるんですけど、ここからが食わせのやり方のパンチングで、一回高く上まで早く上げます。で、早く上げてまたゆっくり落とす。こう逃げ、もう死にかけの魚がもう逃げる逃げる逃げるってなって、あ、もう弱り切ってそのままそこまで落ちてくっていうのを僕はイメージしてやってます。で、まあマット付近見るとやっぱギルとか小魚がいるんですけど、そういうギル小魚がもう死にかけでマットの下で弱り切って、ああもう無理っていう感じのイメージで僕はやってます。で、本当はリアクションであればスーッてもう落としてって、でコンなんですけど、一回上げて抵抗かけながら落として、でまた上げての繰り返し、2回ぐらいが多いです。アップダウン、でスプールを押さえながら落としてって、そこまでで食わなかったら1回高く天井まで、マットの天井まで上げて、でマットに対してラインの抵抗かけながらゆっくりフォールさせます。で、これで食わなかったらもう一回早く上げてゆっくり抵抗かけながら、でバイトが出る9割は上げてる時じゃなくて、ゆっくり抵抗かけながらさーって落としていく時にもうコンコンっていう感じで食います。まあ、これが僕がやってる食わせのパンチングのやり方になります。
よ。バーグラーで出ましためっちゃマップ巻かれましたけど、いえっ今やってるのが、まあ夏を代表するカナダモのマットのパンチングゲームです。で、秋のパンチングゲームっていうのがあって、まあ夏から秋に進行していくと、やっぱりどうしてもカナダモのマットって自然と少なくなってて、あ、もうパンチングの時期が終わりだなって思うんですけど、僕秋もパンチングやって、カナダモじゃなくてエビモの固まってるパッチじゃなくて、もう本当に塊であるようなとこにカナダモが残ってるカナダモが漂流してできるマット、今こう見てもらえると、もう多分9割10割ぐらいほぼカナダモが集まったような漂流したマットになってます。じゃなくて、秋パンチっていうのはエビ芋が密集してて、それに対して浮遊物が流れてきたり、ウイドが流れてきたりするエビ芋パンチングっていうのがあります。今回やったカナダモのパンチングなんですけど、まあ、釣れるマット、釣れないマットの見分け方は、基本は水深が深い方が魚のストック量が多くて、でかい魚も入ってきます。で、そこが綺麗なカナダモで、ポケットがある、凹凸変化のあるとこにマットがこう重なってるところがいいですね。で、これが2メーターの水深でももちろんパンチングで釣れるんですけど、2メーターじゃなくて4メーターある方がポケットの高さが広がるんで、その分バスのストックする量が増えるんで、比較的大きめにできたマットがでかいのが釣れる傾向があります。で、まあカナダモだけじゃなくて、プラスフサモだったりエビモだったり、それがパッチ状に生えてて、そこの上にこうカナダモマットが集まってるとこはパンチングで釣れるエリアになります。あとは水がきれい、もう人間がここ入れるかなぐらいの水質、濁ってるとかよりもクリアな方がでかいやつがポケットの中に隠れてます。はい、今回使用しましたこのダブルダッチ 78XH パンチドランカー、まあ、パンチ専用に作られたロットになります。まあ、特徴としては、まあ、魚寄せる際にマットから強引に寄せるときに、ここのファイティンググリップっていうのがあって、それを力強く握ってマットごと魚を寄せるっていう特徴があります。あとは、まあどうしてもパンチングの竿って長くなって重くなるイメージがあるんですけど、このグリップエンドにバランサーが入っているので、比較的こう竿を立てた状態でも全然軽く重くは感じないです。操作性もいいです。あと、まあ個人的になんですけど、このファイティンググリップ、まあ、釣ってるとことかの映像も見てもらえると分かるんですけど、必ず軽くちょっと手を添えてこうアップダウンっていう感じにアクションするときに軽く握ると当たりも分かりやすいんで、僕はここは必ずアクションの時に重宝しますね。あと、まあブランクス
なんですけど、比較的ティップが入る感じで、でもこれ以上曲げるとバットがもうギュンギュンに粘る感じで、でかいやつ来ても全然寄せれます。粘り強いブランクスになってます。で、まあ、このティップが入るっていうのはショートバイトとか、まあ、ここ最近で言うとどうしても食わせ的な要素を入れないとパンチングって食わなくなってきたので、こう軽くティップ穂先で聞ける感じがあるとアクションもしやすいし当たりも取りやすいです。でも十分にこのバットパワーはあるんで、全然60クラスかけても寄せれます。そんなパンチ専用の竿になってます。ほら、はあ、箸で。あら、多分でかい。あー、バレたかな。ついとるよ。おっしゃおっしゃ、ゴーズいった。おら、はい、バーグラー 1.2 オンスパンチング上顎がっつり、はい、今50アップ来ました。夕方ラストに来ました。やっと朝からちょっと小雨とかで撮影が中止だった、一社も撮影中止だったりもしたんですけど、まあ雨の止んだタイミングとか晴れ間、ずーっとひたすらパンチしてやっと釣れました。はい、ブリブリ超気持ちいい。